スやっていきましょうか。バイオハザード4ということで、今回でなんとかこのよくわかんない、本当に住むためのお城なのか、ただただ侵入者を拒むためのお城なのか、よくわかんないステージをねクリアしていこうというふうに思います。ということで、まあ早速ですが、城に登ってきたところで、次にはね塔、まあ英語で言うとタワーに向かっていこうと。ああ、そうだ、チャンネル登録ボタンとグッドボタンぜひね押してくださいね。もうあのなんかよくわかんないラジオ感覚で聞くバイオハザード4なんてなかなかないと思うんで、スーパープレイを見たいとか、それからなんか面白いトークを聞きたいとかっていう方に関しては、面白いトークに関してはこっちでも聞けるかもしれないけどね。うん、まあ、買っていく方バンバン別のチャンネルに行かれた方がいいのかなって思ったりしますけど、ということでね、まあ、今回もね、まあ、しっぽりとやっていきましょうか。しっぽりとドッキリとムッチリとやっていこうかなというところでございますね。はい。ということでね、まあ、ちょっと前になんですけど、うん、ちょっと前かな、うん、に、まあ、嫁さんのね、お姉さんの結婚式がありまして、まあ、なんだろう、今、嫁、双子なんですよね。双子の嫁、双子の嫁っておかしいな。双子の、まあ、妹なんですよね。で、まあ、お姉さんが、まあ、同じ日に生まれたっていうのがあって、あ、これめんどくせえな。スイッチまで一緒にやっちゃうの。あ、なんか一瞬消えた。気のせい。そう。があってね、まあ、なんだろうな、こう、2年半前くらいに、先輩、会社の、元会社の先輩の結婚式とかもあったりしたし、まあ、その、2年半ぶりに、ね、今度は、身内の結婚式があったというところで、まあ、僕の身内じゃないから、身内って言い方が正しいのか分かんないけどね、うん、っていうのがあって、まあ、なんだろう、やっぱりさ、こう、人が幸せになる瞬間とか、幸せな風景とかっていうのを見ると、なんか自分の時よりも、やっぱり嬉しいって思うよね、っていう。え、なんかブルーホース実はいいやつだったの説があるけど、ええ、それをなんか別に言いたいっていう、そんなんじゃなくって、単純にシンプルにやばいかもしんないよね、痛い、そうっていうだけの話なんですけどね。まあ僕の娘がね、リングガールをやらせていただいて、リングガールってわかりますかね、結婚指輪運ぶ係のねっていう、まあ大変だったけどね、当日ね。あ、なんか今日ちょっとパソコンのスペックが重、スペックじゃない、パソコンがちょっと重たぶりんでかもしれないね。うん、まあいろいろ大変だったけどね、当然まだ2歳になったばっかりだからさ、まあいろいろとこう、その制御が効かないわけだからね、あっちゃ行ったりこっちゃ行ったりっていうので、あっちゃねこっちゃねとかって言いながら、ね、まあ、そんな、こう物心もつかない、こう制御の効かない危ない女の子に対してね、リングガールを任せてくれるという寛大な、まあ、奥様のお姉さんとね、その旦那さんとね、まあ、僕は、まあ、僕の一個上なんで、今年32になる方なんですけど、まあ、僕は、〇〇2って呼んでるんですけど、〇〇のところは、ちゃんと本名の方で言ってるんですけど、まあ、一緒にね、筋トレ、ジムに行ってくれたりとか、まあ、いろいろあったりするんですけどね、まあ、いい方っすよ。僕、長男なんで、3兄弟の長男なんで、お兄さんがいないんですよね。だから僕にとっては初めての、血のつながらない兄貴みたいな感じなんで、まあ、すごい、こう、親しくさせていただいているという、もう僕が勝手に親しくしていると勘違いをしているのかもしれないけどね。うわー、なんか今日すごいパソコンが重いね。なんか実況撮りながら大変かもしれない。ちょっとこれな、なんかすごいスローモーションになって、思わぬプレイとかが生まれるかもしれないんですけど、思わぬプレイっていうか、思い通りにいかないプレイが続くかもしれないんですけど、まあそうなったらそうなったら、皆さんご愛嬌ということに許してたもれということですね。これ本当にこれなんで走るのっていう話です。しかも目光ってたでしょ、今。ほら、目光ってんじゃん。で、股間にレバーってもう、横曲がりチンチンだよね。言っちゃった。そうそう。すごいスローモーションだよね。こう、走る。ほいほいほい。キック。で、本当に。もう、あれだよね。これ、もしだよ。もし、そのレオンが任務に失敗して死にました。で、サラザールたちにとって日常生活が戻ってきましたってなった時に、こんなさ、橋もボッコボコだしさ、ね、まあ修繕はするんだろうけど、たかだかアメリカから来たエージェント一人をぶち殺すためにさ、自分の城を破壊しまくったりさ、破壊されまくったりとかして、本当に日常生活に戻ることって、なんか相当難しいんじゃねって思うけどね。ふいっと、甘い。うん。
もうなんかやつの話聞く価値ないかなと思って飛ばしちゃった。ねえ、いやーほんそんな感じっすよ、マジで大変だよね。まあでもそれって結構あれだよね、バイオに出てくる登場キャラクター全般に言える話なのかなって思ったりするけどね。なんかほら、例えばまあこの作品とかで言ったらさ、クラウザーとかさ、サラザールとか村長とかさ、あんななんかよくわからない形態になって、もしそのターゲットであるレオンを殺すことができた後に、本当にあなた元に戻れんのって思ったりするもんね。それができなかったらさ、もう終わりなわけじゃん。終わったってなるわけじゃん。ねえ。そういうのが、なんか、こう、後先考えないで、こう、私利私欲っていうのか、支援というのべきなのか、なんかそれにとらわれて、ただただ闇雲に、こうミッション、まあある意味プロなのかそれってね、え後先のこと考えずに目の前のことだけをこなすためにこう命を張るっていうのを、命張って体かけるっていうのが、うーん、逆か、命をかけて体を張るっていうのが、まあある意味プロとしてあるべき姿なのかな。まあそこまで体張ったことがないからよくわかんないけどね。そもそも寄生虫に侵されたことがないしね。まあ、一番の典型的なパターンなんかあれだよね。ウェスカーだよね。クレースとか言いながらね。結局まあマグマで溶けてったけど。あれはマグマで溶けたのか、それともロケランでぶっ飛ばされたのか。てか、あ、そっか。いや、一瞬さ、あのマグマに落ちたんだから、そのままほっときゃいいじゃんって言おうと思ったけど、あれ触手をどうにかしなきゃいけなかったからロケランぶっ放すっていうことになったんだよな、確かな。一人で納得した。さてさて。ここまで来ることができたけど、これはあれかな、ゴンドラっていうかリフトに乗ってから敵が出てくるのかな。それまでは上でなんかチドンチドン爆発物を投げてくる不届き者がいるくらいってところか。オッケーオッケー。じゃあ登っていきましょうか。どうしよっかな。なんかチュン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 打ってても面白くないし、なんか陰湿ないじめでも始めるね。って言ったら、あの初めてこの動画見たやつ、うわブルーホース最低のやつじゃんって思う方もいるかもしれないけど、僕はあの何年間だっけ、5歳から9歳までの5年間いじめに遭ってきたから、まあ幼稚園とか小学校低学年のいじめなんか大したことないでしょって思われるかもしれないけど、まあ年齢は関係ないよね、ぶっちゃけね。年齢はまあ正直関係なくって、しんどいものはしんどいですからね。だってその時々のさ、やつっていろいろあるじゃん。だって、大人になってからさ、単純にその、なんか暴力振るわれるだけのいじめって大したことないみたいなさ、要はメンタルにさえ来なければ問題ないとかって思う人もいればさ、やっぱり肉体的にしんどいと思うかもしれないし、まあ当時の僕からすると、その、仲間外れにあったりとか、まあ当然暴力も受けまくったし、仲間外れになったりとかもしたし、まあ、それから、物を壊されたりなくされたりとか、朝来たら学校の、自分の机がチョークの粉で真っ白になってるとかね。まあ多分あれ黒板消しで、なんか、パンパンはたかれた結果そうなったんだろうなっていう気はするんですけど、そう。そんなのがあったりするから、まあね、いろんな経験をみんなしてたくましく生きていくんすよ。はい。でもなんとなくね、最近さ、すごいその、死ぬっていうことに関して、まあ考えることもあって、というのも、まあ別にその、まあ別に僕は、まあ死ぬこと自体は未だに怖いって思っちゃうタイプなんですけど、まあでも死ぬのは仕方ないかなっていう諦める部分もあって、まあ誰もが経験することだからね。なんだろう、30代にも差し掛かってくると、まあ、人生100年時代とは言われているものの、やっぱり体力的な衰えとかっていうのも、じわじわ始まってくるのが30代になってくるわけじゃないですか。ってなったら、わずか、最初の30年くらいまでしか人間って、その活動的にはピークを迎えることってできないんですよね。で、今後その衰えていくってなってくると、なんか人生において、まあ、残りそのまだあとこの3倍くらいは生きられるって考えたとしても、まあ、いろいろその
なんだろう、体力的な意味でもやれることの幅っていうのが少なくなってくるから、まあやること、やりたいこととやれることとやらなくていいこととやりたくないことっていう、その4つの軸において、まあ、何を取捨選択していくかっていうことを、まあ、差し当たって真剣に考えなきゃいけない時期になってるんだろうなっていうのがあって、まあ、それがまあこの時期になってね、うん、ちょっとずつじわ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 生まれてきている感覚ではあるんだけど、まあなんだろう、どうだろうね、まあ、そういうことを漫然と生きていく方が実は幸せだったりするかもしれないし、でも気づいたら、あれ、自分の人生ってやりたいことちゃんとやることができてたのかなっていう後悔を持って死んでいくのかっていうことと、まあどうなのかなって思って、というのもさ、僕ずっとコーチングやりたい、コーチングやりたいとかって言ってきてたりとかしたけど、でもよくよく考えたら、なんか本当に自分のこと分析してると、コーチングやって生きていきたいのかっていうと、ちょっと最近本当にハテナになってきちゃったっていうのがあって、まあ、もちろんその人のワクワクしてる話とか幸せそうな話とか、その目標こうやって頑張っていきたいんですよみたいな、こう夢とか目標語ってもらってる姿とかをこう見るのってすごい楽しいなって思うんですけど、まあ、でも結局人生ってさ、長いから、まあ短くて長いみたいな、ちょっと矛盾な話になるかもしれないけど、まあいろいろやっていくうちにさ、その時々のステータスとかステージによってやりたいことっていうのがやっぱりいろいろ変わってくるわけさ。僕も大学の頃からずっとコーチングをやって生きてきて、やって生きてきてって思いながら生きてきたけど、まあいろんな経験をしたりとか、まあ結婚したり子供ができたりとか、会社が変わったりとか、で会社変わって学ぶこととか変わったりとか、人間関係とかっていうのが変わっていくと、なんかやっぱりその自分の今後この先、まあ僕はあと仮にだけど70年生きるってしたら、生きるとしたとしたら、その70年というそのスパンの中でやって生きていきたいなって思うことっていうのが、まあ結構変わったなっていう気がするんですよね。だからやっぱり今はその健康に関することと、でまあいろんなところを旅しながら生きていきたいなって思うよね。まあそんなところっすよね、という話をしていたら、いつの間にかボス戦までやってきました。さあ、果たしてこいつは強いのでしょうか。あなたの強い死に対して私も敬意を払って差し上げましょう。差しは言ってないか。まあね、まあ敬意払っていただくのはいいけどさ、まあ、もうちょっとこう強いやつでいてほしいよねって思うよね。こいつ単品で来る方が強いんじゃねって思うけどね。どうなんすかね。まあまあそんな話もしつつ、ここで一瞬タジログレオンがこうちょっと演技でいいよね全然そんなこと思ってないくせにって思うけど、まあ実はあれみたいな。いやー、どう考えてもね、息子が3本生えただけなのよ、ね、てかもう重火器持ってるから普通にさ、なんだろう、あの鉄格子破壊しちゃってで逃げたら、もうこいつ何もできねえんじゃねって思ってるの、この部屋から逃げきれないみたいな。チュドン、あれチュドン、あれ目に行かないのこれ。なんかめっちゃ上行ったけど、あれどういうことなんやろ。あれこいつなんか一発で倒せると思ってたけど、そうじゃん、そうでもなかった。あ、ちょ、オッケー、クパー、納豆ネバネバなのよ。はい、お疲れ様でした。本来はなんかロケラン一発ぶちかました方が早いみたいな説もあったりするけどね。まあでもこれあれでしょ、セミショバグ使ったらスルーできるんでしょ。僕やったことないからわかんないけど、はい。まあ、ということで、城主死亡ということで、サラザール家は、8代当主があまりにも、老け込んでしまった20歳になったためにね、もう、なんだっけ、途絶えました。残念。無念。また来週。だからまあ、このボス戦、なんかボスいたような気がしたけど、ボスはいたようでいなかった。あんはーん、装備がいっぱいあるざんす。むず。チュキン。拾う、無理、拾えない。マジか。今ちょっと考えていることがあって、手榴弾を大量摂取しておこうと思ってて。というのも、まあ、ちょっとこのセーブデータを使って、まあ、普通にサドラーを倒す、ぶち殺す、
ですよ。ぶち殺すんですけど、まあ、普通にクリアした後にこのセーブデータ使って、とりあえず今持ってる武器をありとあらゆるものを売っ払ってって、こうちょっとなんかいろんな武器を使ってサドラーをいじめながら倒すみたいなこうパートをやってみたいなと思ってて、ね、あのパートというか、まあ、どんな風にこう戦うのが面白いのかなっていうのをこうちょっと試してみたいなと思ったんだけど、うん、まあそんな感じですね。チュッ、 OK。 あー無理か、じゃあ使うか。はい、そうだから、まあなんかいたようないなかったようなボスをする前の話で、だからまあ人生においてこうやりたいこととかやりたくないこととかなんかいろいろあってどうなんすかねみたいなことを悩んでる人がいたとしたら、別にやりたいことを見つけてそれに向けて頑張るみたいな、そのまあ短期的な、まあ、短期長期かかわらず持って頑張れる人だったとしたら、僕は全然それやったらいいと思うんですけど、なんかそれを見つけることに一生懸命になりすぎるのはよろしくないかなっていう、そんな気はするんですよね。だからそれ一生懸命になって結局やりたいことってなんだろうって、やりたくないことってなんだろうっていうことも悩んでる時間の方がもったいなかったりするから、なんかいろいろ手当たり次第行動しまくっているうちに、あこれ僕やりたいことかも、あれやりたくないことかもっていうのが、まあ自動で見つかっていくと思うんですよね。うん、だ僕もまあいろんな人の話を聞いたりとか、実際に自分でこう旅出たりとかした時に、あここも行きたいな、そこも行きたいなっていうのが生まれてきたりとか、まあいろんなこう勉強していくうちに、やっぱり健康って大事だなと思って、筋トレとか、まあそれに関わらずその栄養の部分のこうことだったりとかっていうのをもっとこう勉強して、それを発信することによって人に役に立つ、そんな仕事もしてみたいななんて思ったりとかしたりしたんで、うん、まあ今やってる仕事はね、もう全然関係ない IT に関する仕事をやってるんで、うん、あでもやっぱりね、 IT やった方がいいっすよ。あの何の内容だったとしてもね、あの未だにアナログでやってたら本当にね、ひどい話バカなんで、マジで、うん、未だにこの早い時代においてアナログでゆっくりゆっくりやってる暇があるほど人間ってね、人生そこまでは長くないからね、はい、だから短縮できるところ、省略できるところ、楽できるところはどんどんもうそうしちゃいましょうっていうのが今の流れですね。ということでね、最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。なんかこんな雑談ラジオに聞いていただきましてね、本当にありがとうございます。まあ今からの美女とね、船の上でキャッキャウフフ、シコシコパンパン、ウフフ、もみもみ、チュッチュ、クチャクチュやっていこうと思いますんでね。はい。そんな妄想をしながらこのパートを終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンも押していただけたら幸いです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。バイバイ。